飲みバス飲みバスは、石川県飲み市のコミュニティバス。北陸鉄道グループの加賀白山バスに運行を委託している。根上がり町では、ぐるっとバス。寺井町では、コミュニティバス。辰野口町では、辰ちゃんバスといった、コミュニティバスの運行を行っており、それらが起源となっている。その後、上記山町が飲み市に合併したのを機に、旧山町を結ぶ、連携バス。 旧山頂各地区をそれぞれ巡る地区循環バスを制定し、試験運行を行った後2008年4月1日より本格運行を開始した。運賃は一乗車100円。別ルートに乗り継ぐ場合は運転手に申し出て、乗り継ぎ券を発行してもらうと、当日に限り乗り継いだバスの運賃が無料になる。以下、各年のダイヤ改正について記載する。 連携ルートのナンバリングは RE。値上がり循環ルートのナンバリングは NE。寺井循環ルートのナンバリングは T。たつの口循環ルートのナンバリングは TA。里山ルートのナンバリングは SA。観光ルートのナンバリングは K。旧デザイン、旧車両導入当初は、車体にノーミバスとアルファベットを記載し、車両によってカラーリングを変えたデザインを採用した。車両は、 日のリエッセ並びに日のポンチョを使用。2019年、飲みバスが運行を開始して10年が経過したことに、伴い運行を開始した2008年生まれの飲み市内の小学生にデザインを考案。新しいデザインには、市内の小学校発行の在校生が考案した8つの絵柄を採用している。また、同時に飲みバスのロゴタイプを変更し、新たに、 飲み師のマスコット、ヒポローンとユズビンも描かれている。平成29年版飲み師統計書によると、2011年から2016年までの年間の乗車数は以下の通りとなっている。ありがとうございます。